久保さん。YouTube も言いたいことを言えないですよね。まあ過激なことが。まあどんどん昔に比べるとどんどん規制が YouTube も厳しくなってますので、まあその YouTube を利用するんだったら YouTube のに従うしかないっていうね。だから一番ガーシーさんがすごいことをやったんじゃないかなっていう。もう全部自分のルールの中でできるってことですよね。すごいですよね。<laughs> 何でも言いたい方ですよね。 だからもうね、赤番とか、何も何もないですよね。自分で管理してるわけですから <laughs>。もう究極っすね。うん。だからまあ、あのー、すごいなって思いますね。自分で作っちゃうっていうのは。うん。だから僕たち、YouTube でやっぱ発信されてる情報っていうのは、YouTube のに何か悪影響だったりとか害をもたらすような、 多分情報っていいううのは流れづらいでしょうね,ね YouTube を批判する Google を批判する Google の利益に背くようなそういうやつはあれでしょうね <laughs>、まあ、Google の闇ですかね <laughs> うんいってらっしゃい